アクセサリーが欲しくなるんですよ。そうですよね。これあれじゃないですか、まさかトシさんも言ってた、あったかくなるやつか冷たくなるやつ。え、トシさんもこんだけでかかった。いきますよ、3、2、4。はい、なんだこれは。お、なんか入ってますよ。どうです、寝心地良さそう。あ、すごい気持ちいい。最高ですね。変な話、みんなはどういう気持ちで受け止めて見てるんですか。本当です。男2人でこの…いちゃいちゃ。今日もみんなでシネマティーク。どうも、映画コメンテーター有村昆です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まあ、私有村昆ね、このテスラモデル3をちょっと購入してからですね、いろいろとちょっとこのテスラで遊んでみる企画っていうのも今やっておりまして、今回コラボ企画でございます。僕テスでもおなじみですトシさんです。よろしくお願いします。こんにちは。マイテスラチャンネルのトシです。お願いします。お邪魔させていただきます。いやー、いつも僕チャンネル登録してます。本当ですか。拝見しております。僕はその自分のモデル3を買うときにトシさんの動画をかなり参考にしたんですよ。なので今回ね、僕もトシさんの動画にお邪魔してますし、トシさんも僕の動画にそれぞれコラボでねお邪魔してますんで、トシさんの動画では一緒にドライブしてるモデル3、はい、一緒に先ほどドライブさせていただいて、はい、いろいろアニマさんにいろんな話を聞いたので結構映画の話もしてますんで、ね、見てみてください、はい。で、僕の方のチャンネルではですね、なんとこちらアビットオートバックス信濃目店さんの方で、やっぱりね、車買うとねアクセサリーが欲しくなるんですよ。そうですよね。結構アクセサリーつけてました。ちょっとずつ。例えばゴミ箱とか。あ、ゴミ箱ね。あと、あのドリンク温めるやつとか、冷やすやつとか。そんなのあるの？そう、あのシガーソケットに入れてそういうグッズがあったりとか、結構ね、あの増やしながらやっておりました。ということで、カーアクセサリー、まあ、売れ筋とかもね、店員さんにお聞きしつつですね、ちょっと実際に購入してみたいと思います。それでは行きましょうか。はい、このアビットオートバックス東雲、これね、めちゃくちゃでかいんですよ。あ、これね、今回あの店内の許可を得てね撮影しております。まあ、フェラーリグッズがあったりいろいろしてますよ ね、 だからね、ちょっとね、うん、我々だけだとですね、あのやっぱりちょっとプロの方にお話伺いたいなと思っておりますんで、どうもすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前は？小玉と申します。小玉さん、いや、実は僕テスラのモデル3を買ったんですけど、はい、まあ、せっかくねアピットさんに来たんで、はい、なんかアクセサリーでおすすめとかって何かあったら教えてほしいなと思います。ああ、なるほど。オーナーさんでテスラ乗りの人がよく買われるベスト3みたいなのあるんですか？大体必要最低限のそこで置いちゃえば使えちゃうんですよ。例えばなんですけど、そのドリンクホルダーに、これあれじゃないですか、まさかトシさんが言ってたあったかくなるやつとか冷たくなるやつ、まあ、っていうのはあるんで、まあ、それをつけてみたりですとか、はいはい、あとはちょっとした小物なんですけど、はい、シートとかの間にこういうポケットみたいなのを置いて、ちょっとしたものを入れてみたりで、これか、置いてもらってとかっていうのでもできますし、はいはいはい、うん、それ以外のちょっと小物みたいな。あ、でもこういうの良くない、なんか置いてもらってスペースが生かされますよね、これね、はい、こんなの売ってるんですか。あります、あります。そうか、そうか。でもこれちょっと買いじゃないですか。そうですね、おすすめはおすすめです。ちなみにアピットさんの売れ筋ベスト3ちょっと教えてもらっていいですか。去年からコロナっていう特殊な影響があるんで、はいはい、とかですと、まあ、その除菌関係だったり、除菌ねっていうのがやっぱり売れてはいます。あとはゴミ箱とかですね。コンビニ袋が有料になりました。なるほど、買います。ありがとうございます。買います。早いな、早い。じゃあちょっと行ってみましょう。ゴミ箱見てみたい、はい、こういう大きいやつから、うん、ちょっと小さめの、ごめんな、ちっちゃめでいいっすね。これ、こんなのもゴミ箱であんの？はい。めっちゃ洒落てんじゃん、これ。これとかどうですか？あ、いいっすね。これゴミ箱なんですね。ドアポケット用。隙間にも。隙間に置いて、まあ、ゴミ箱としても使えますし、こういうペットボトル、この。あ、まあ、これいいかもね。あの、サイロンとかもね。はい。これいいじゃないですか。これ買おうかな。なんか、我々が、はい。暖かくするっていう。あ、見たいです、見たいです。あ、え、トシさんもこんだけでかかった？こんぐらいでかかったですよ。なるほど、5000円ぐらいです。結構するんですね、はい、5000円ぐらいですね、はい、なるほど。まあでも便利ですよね、非常にね。そうですね、うん、キンキンに冷えた状態でね、暑い夏の日とかは本当にあ、いいっすね、すごくいいと、いいっすね。ちょっとアビットさんのおすすめでクッションどうですか？どうでしょう。あ、でもなんか包み込まれる感じがする。ホールド感がすごく、なんだろうな、座り心地めっちゃいいっすね。腰にやっぱあるから。じゃあちょっと小物系ですと、先ほどのやつですかね、これ。そうなんです、結構でもいいかもしれないですよ、束とか。じゃあこれをまず一つ買います。ありがとうございます。これどんなのかちょっとね取り付けてみたいと思いますが、はい、とあとじゃあ、そうそうそう、はい、これ買います。おと、あとじゃあラスト、サイドに落ちないやつが欲しいです。はい、あ、じゃあこちらが、はい、なるほど、はい、一番売れてるのってどれですか？
でもモデル3にさ実際合わせてみたいんですけど、はい、合わせることってそんなわがままってできたりするんですか。大丈夫ですよ。じゃあちょっと一旦それでチェックしたいと思います、はい、さあラピッド東雲さんの、まあ、今回ね特別なご協力でですね買う前に一回ちょっと当ててみたいと思います。これがここにドスッときて、あれでもなんかたまらないね。これこんなゆるゆるでいいんですか。結構ゆるゆるかもしれない。これちょっとこっち側どうですか。こっち側これちょっとあれ多分鈴田さんでちょっとうち大きめに作られてる可能性。なるほどなるほど、うん、決してあの営業妨害にならないようにしますんで。ではゴミ箱でございますが、ここねこうこうギリギリこんな感じですけど、あま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 あ、まあ、その街があるから、うん、物が多く入るよね。一番の問題はここの隙間のところに入れるやつですね。おあこれだ。あ、はいはいはい、あこれがだからまず転換、あこれ入らないですねこれ。すいません、これはちょっと厳しかったです。だからここが細いやつがいいかもね。さっきのあのドリンクついてるやつが細いのあったじゃん。ありました、あれだね。結構カーグッズって試さないとダメですね、はい、いやこれは今日はでもちょっとかなり目から鱗ですね。これやってね、じゃじゃん来ました。いきますよ、3、2、1。おそしてこのちっちゃいカップホルダーのところにですね、うん、これを3、2、1。うん、なるほど。今回はこれだけにします。はい、すいません、あれこれあれこれ言いましてすいません本当に、はい、ぜひテスラオーナーの皆さん、これはかなり買いだと思いますのでチェックをよろしくお願いします。ぜひね皆さんもですねラピッドオートバックス東雲店、ぜひテスラ乗りの皆さんもチェックしていただきたいというふうに思っております。さあということでですね、今回ねもうお気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、なんか車の色変わってますよ。これ完全別日に撮影してるんですけど、名古屋にありますポリッシュガレージさんで私のデロリアン3モデル3をデロリアン化させる計画が進行中で、今車預けてるんですよ。これ台車です。さあ実はアピット東雲さんでですね、はい、もう一つちょっと僕ね手に入れたのが一個あるんですよ。車中泊マットです。はい、車中泊。はい、いろいろ探したらですね、今日この後紹介する素敵なものをちょっと開封動画も交えてですね、はい、やりたいと思います。はい、はい、それでは早速やってみましょう。はい、これねオンリースタイルさんから出ております、はい、車中泊用のマットです。そしてもう一個、もう一個ありますね。はい、何が入ってるのかちょっと開封しながらですね、おちょっと解説して実際にこれ敷いて寝てみましょう。お、はい、なんだこれは。お、なんか入ってますよ結構。おお、黒いなんかヨガマットみたいな感じが、やっぱでも結構コンパクトで、はいはい、重さはどうですか。結構軽い。おお、はい、じゃあいきますよ。何でしょうか。おお、こんな感じです。あ、ちなみにねもう一個これがありました。空気入れるところが適用かな。あ、枕です。枕っすね。あーでもいいじゃないですか。じゃあこれもちょっと後で枕やってみましょう。はい、さあ、はい、今ここに、オンリースタイルさん2個目ですね。なんだろうねこれ2個目ね。で, はい、でかっ。出ました。はい。はい。これまた。お。はい。出ました。完全にまあマットなんですけど。はい。こういう感じです。お。これが下側かな。あ、そうですね。これ空気入れるところがあるんだ。でかいバージョンってことかな。そういうことかもしれないです。ダブルベッドってことじゃないですか。これいいですね。あ、いけますね。ちょうどこうモデル3にはまるようなサイズになってるんですか。はまるようなサイズになってますね。おー、じゃあもう一個のやつもちょっと、じゃあさもう一個ちょっとどうしてやってみてください。はい、これはさシングルなんじゃないの。平たく言うとシングルベッド。あー、そういうことだね。一人で寝るときはこれで十分なんだ。今こんな風に後ろのシートを倒しまして、あれ1個目の小さいバージョン、はい、やっぱりシューっていきますよ。うん、シューっていき始めました。シューってこっちもあります。え、これで膨らみ始めるってことなんじゃないですか。え、すげえ。すごいですよね。え、すごい。え、そんなことなんだ。なるほど、ちょうど頭まで行きまして、じゃあちょっとこれでですね、ちょっと試しに。お、お、あ、なるほど。あ、寝心地いい。お、ちょうど頭のところまで全然足りてますね。すげえ、超気持ちいい。なんかね、はい、ふかふか感がすごいです。だん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 、あ、ちょっとずつ。結構でも、あ、やべえこれ。どうです、超いい。寝心地良さそう。あ、すごい気持ちいい。そうなんですよね。これ夜だと星空かなんか見えちゃってさ、はい、最高ですね。でもね一人だとちょっと余ってる感じするんで、ダブルサイズのやつあったじゃないですか。それでちょっと寝てみてもらっていいですか。寝てみましょうか、はい、ちょっと2人いけるかどうか。シングルバージョンですね。はい、今度はでかいです。これを頭から入るかな。入るかしら。あ、これ2人用いけるね。ちょっと待ってくださいよ。
です。あ、やばい、もうなんかもうこの時点で気持ちいい。でかっ、なんかこれすごい。すごい余裕があっていいですね。お、これいけんじゃないこれ。あ、全然いける、全然いけます。あ、でも広さ的には全然。だからこれカップルとかご夫婦、子供と別に寝てもいいわけじゃん、これ。この映像、変な話、みんなどういう気持ちで受け止めて見てるんですか。本当です。男2人でこの。イチャイチャ。空気が抜けるのかしら。あ、でもシューシュー言ってますよ、ほら。空気の。あ、本当だ、抜けてってるね。あ、これはいいかも。あれ、これ超快なんじゃない、これ。すごいいいですよ、これ。これいいよね。おー、すげえ、なんだこれ。そうですね、だからあの下にね、まあ、特にこのテスラのモデル3はこのトランクの中にさらに小部屋があるので、あ、ちょうどギリギリですけど、おー、計算され、おー、いけるじゃん。おー、やった。あ、これいいじゃん。いや、いけるな。さあ、プランク開けました。はい、じゃあ前側のトランク、こうちっちゃい方、おいおい、ちょっと入れてみたいと思います。どうだろう。ちっちゃいのは、すげえ、やっぱ小さいのは機能的だな。続いてでかい方、いやー、これダブルはね、あー、これ悩みどころだな。本当はダブルがいいけど、シングルだといろいろ小回りが収納的に効くとっていうことですね。僕がこっちが良かったけど、あ、人によってどっちを取るかかもしれない。いやー、俺もでもこっちかな、買うならね。そうですよね。はい、ということで今日はですね、はい、この一番最後はオンリースタイルさんの車中泊専用マット、ぜひテスラオーナーの皆様ご検討してみてはいかがでしょうか。ちょっとした仮眠とかでもね、ふかふかなベッドが、はい、ということでですね、あの、この僕の YouTube チャンネルシネマラボではですね、テスラの魅力、そしてあのテスラを購入したいという方、今私の概要欄にリンクを貼っております。有村コーンさんからの、リンクでテスラを買うと1500キロ無料と、充電無料でもらえます、ね、充電無料の、ぜひ皆さん、トシさんのチャンネルも、そして私アリコンのチャンネルも、チャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。概要欄をチェックしてください。ということで、次回もみんなでシネマティック。